かれば行列のお店になる。徹夜も当たり前。皆さん関西ウォーカー TV 始まりました。本日の進行を務めます関西ウォーカー編集部の鈴木と申します。よろしくお願いします。普段あの関西ウォーカー TV はですね、火曜日の夜8時から1時間配信を、しているんですけれども、本日は、11月2日公開のですね、映画のぼうの城公開記念ということで、監督の犬堂一心さん、樋口真嗣さんをお招きしまして、これから、だいたい19時頃まで、生インタビューを特別配信いたします。で本日はですね、関西ウォーカーの玉木編集長にも来ていただいております。編集長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは本日のゲスト、ご紹介させていただきます。映画のぼうの城で監督を務められました犬堂一心監督です。監督よろしくお願いします。続きましてですね、同じく、のぼうの城で監督を務められました樋口真嗣監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、インタビューをですねさせていただく前にですね、まず映画のぼうの城について、ご紹介をさせていただきます。本作はですね、和田亮さんの同名ベストセラー小説を、野村萬斎さん、を主演に迎えて映画化。戦国時代わずか500人の兵隊で2万人もの敵に戦いを挑んだのぼう様こと成田長親の実話に基づいた、スペクタクルエンターテインメント超大作です。では、今ユーストリーム、ご覧いただいております視聴者の皆さんにですね、まず映画のぼうの城の予告編をご覧いただきたいと思います。では予告編の映像お願いします。石田三成に大将を任せ、武州お市場を叩き潰せ。これが天下の兵か。2万の天下軍に攻められたたった500のお市場は速やかに城を開けよ。はい、戦いまする。2万の軍勢を相手に戦すると申すか。強い者に服するは世の習いだろうが。嫌なものは嫌なのじゃ。ガキかてめえは。やりましょう。やっちまうか。戦すると申したのは私のためか。そんなわけないでしょ。あら、そうだと言え。シャタ、この城は水攻めで落とす。決壊させや。みんなごめん。のぼうが泣いてる。みんなついておるだろ、バカを。この城敵に回したら間違いか。敵も味方もあの者に見せられとる。のぼう、あいつ死ぬ気だ。のぼうの城。あ、なるほど。はい、それでは、インタビューを始めたいと思います。ではあの ここからはですね、編集長にお願いしたいと思います。はい、いよいよちょっとインタビューを開始したいと思います。はい、お願いします。ただもうちょっとあのお二人がですね、この予告編が流れてる間もものすごいこうハイテンションでですね、あのいろいろ語られてまして。いや、歌すごいですよね、待ってる間の歌は。あと最初の関西ウォーカー TV の歌ですか。あの歌聞いて今回 の対応を決めましたんで。なんかあの夜中徹夜で頑張ってるみたいなあの歌でしたけど、もう本当感動しました僕は。すいません、そんな大変なんだと。テキストは全部流し込みだとね。編集部でみんなでいろいろイメージを出しまして、それをあのシンガーソングライターのユッキーさんに渡して、曲にしてもらったらあれになったという。朝方どこ行ってるんですか。帰りはあのもうこの辺りのあのもつ鍋とかに行くというですね、スタミナですね、スタミナですね。あの
編集長の中がこうなってしまったと。こうなってしまった、ちょっと今映ってませんけど、私が今日着てますあの T シャツは特撮博物館の T シャツでして、はい、樋口監督は特撮博物館の副館長も、東京都現代美術館で今絶賛、10月8日まで公開中というかね、むっちゃ面白いですよね。今回ですね、まさにその特撮っていうのが本当に特撮ですね。いわゆるこう CG で作ったとかいうことではなくて、本当に水が流れてるっていうのがこう分かる特撮っていうのがこの信夫の城では十二分にこう堪能できるわけですけども、最近逆にああいう形で撮るの珍しいですよね。そうですかね、そうですね。いや僕は自分の仕事しかあまり考えてないんで、よそがどうかよく知らないんですけど、あんまり中のことを言ってもっていうのはあると思うんですけども、まあやっぱり水攻めということで水が非常に主役だと思うんですけども、僕はなんか拝見しててですね、特にこの戦国時代、豊臣秀吉も天下統一間際ってとこですけども、ちょっと時代的なこともあって、僕はなんか赤影を結構連想しましてですね。赤影ですか。赤影結構特撮あったんですよ、巨大昆虫とか。いやでも赤影ってなんかその場で走ってて後ろがぐるぐる回ったりする感じです、ね、意外に特撮ありましたよね、巨大なものとかも出てきて、巨大なやたらでかい昆虫とかですね、あと空を飛ぶ円盤のような基地とかですね、今回もね奇想天外な兵器がいっぱい出てくるんで、いや僕ねそのことを言ったらアスミクの方にポカンとされましてですね、まあ、赤影って言ってもあんま分かんないのかなって、なんかでも微妙に今思ったのはちょっと能天気な感じっていうんですかね、ちょっと能天気な感じがその映像の作品にあるっていうことで言うと、ちょっとにそういうところは似てるかもしれないですね。なんか白影とか青影がこうのんびりしてて、織田信長とか出てきますから、なんかちょっとね昔の少しなんかそういう懐かしい感じがあったんです僕は。なるほど。あとピープロピープロですね。僕ピープロの近所に住んでたんで、だから微妙に寝てる間にピープロの電波が少しずつ睡眠学習みたいな感じで、それでピープロっぽくなるっていう自然に、樋口さんじゃなくて俺かもしれないです、じゃあ犬の監督の初めて行ったスタジオってピープロですよ。本当ですか。小学校の時にピープロのスタジオがすぐそばにあるんで忍び込んだんです。もう勝手に入っちゃったんですか。相当入ってってスタジオの中覗いて、こんな風になってんだとかって思って、ホリゾントの空とかがすごい綺麗で、でミニチュアとか見てすごいなとかって思ったのがなんか最初の記憶なんですよ、その撮影所の。いやもう本当にスクリーンとかなんとかで、僕初めて特撮博物館で見ましたけど、本当なんかワクワクしますよね。そうですね、なんか特撮っていうか、そういう本当に今回のミニチュアとかね、水でバンバン壊したりしてるんですけど、ああいうのって見てるとバカバカしくて楽しいですよね。なんかこう一生懸命作ってなんか水でドンバーンみたいな。水もなんかそれをやるわけですよ毎日。本当にかなりの量の水をわざわざそういう沼から水が上げれるところでガンガン流してたっていう。北海道で。そこまでやんなきゃいけないものなんですかっていうのもあるんですけど、いやちゃんとしたいんでね、本当水とかケチると本当にチャチくなっちゃうんで、なるべく本当、それで気がついたら日本映画最大級になってしまったと。いやでも本当に今回犬堂監督はやっぱり僕どうしてもジョゼとかですね、いろいろ思い入れのある作品もあるんですけども、今回こう時代劇 でしかも樋口監督と共同監督っていうので、もうまずそれで最初に驚いたんですけども、実際に出来上がったものを拝見してものすごく自然だったのに逆に驚きました。ずっと2人で準備から仕上げまで一緒にやってたので、やってる2人も意外とすごいこう当たり前みたいにやってるので、本当に普通に今まで映画を作ってた日常を2人で送るみたいな。結構映画撮る前からもよくお会いになってたんですか。僕がもともと樋口さんのカメラを見て特撮シーンを見て会いたいって言ったって思ってます最初、僕は高校生の頃から犬堂さんの自主映画を見て会いたいなと思ってたら、結構じゃあ相思相愛で。いや愛じゃん、 愛っていうのはやっぱりね、女性に僕の場合女性に対してなんで、でもそれは尊敬ですよね。リスペクトです。そうです、リスペクト、リスペクト。
僕はだからやっぱりその樋口さんは日本の映画界っていうかその映画界があるとしてですよ、その中では本当に特殊な、はい、唯一しかない才能だと思ってるので、あの本当にアーティストになんか自分の作品に参加してほしいみたいな、それで一緒にその人と映画を作りたいみたいな感じに近いんですよ。まあ、うちの弊社のグループであのアスキーというグループもあるんですけど、はい、アスキーであの暮らしの手帳という連載を、うん、あの樋口さんがやっておられて、まあ、僕アスキー毎回ずっと読んでるんで、ありがとうございます。結構野望の城話もかなり出てきてですね、はい、なんとなくどんな話最近書いてました。いや、もうあの苦労されてる話とか、うん、はい、結構あの野望の城の話と僕印象的にはずっと名前を伏せてた AKB の話がすごく印象が強かったんですけど、いや、ま、野望の城に AKB 出てるとまだこれはダメですそれダメですそれダメですそれまだどうしよう谷島さんどうしようどうしよう嘘です、今のは。はい今僕どうしようかなと思ったんですけどあのこれだからね、もうあの触れなくてもいいって言われたんですけど、もうやっぱりちょっと見てる人も、だから本当にあのこの映画に AKB が出るのはまだ解禁されてないんで、ね、ダメだって言ってますよ、もうセンプロが、ね、今言うなって言ってますよ。 いるのかとか、お一言ってこと。僕あの前田敦子さんのプロも撮ったんですよ、君は僕だっていう。あ、そうですよね、樋口さんは真夏のサンズグっていうプロも撮られて、なぜかのぼチームから2人が呼ばれて最近の2つの PV を、まあ、今世に出てる事実はそれだけなんで、あのそれ以上のことはまだ今お話しすることはできませんあのもう一つあの触れなくていいって言われたことを、じゃあせっかくなんで触れさせていただきますけども、あの頭にかぶってるのは何なんですか。頭です。これ頭なんですけど自然な、はい、これ特別なことじゃないっていう。見えますよ。何が見えるんですか。カエルがいますよ、カエルが。カエルそれもちょっとダメですよ、まだ話しちゃう。だから試写で見た内容のラスト15分間のことは、はい、あのちゃんと守秘義務があるって、ちゃんとラスト15分だけでいいんですか、ええ、巨大化したカエルが出てくるっていう話はまだね、ええ、大変なことになってますよ今もう。三成君を何が破るかっていうと、その巨大化したカエルが、ちなみにさっきちらっとあの湯戸監督に聞いたんですけど、湯戸監督の今自然に頭に乗ってるものは石田三成の兜だったと聞きました。そうです、三成、あの上地雄介君の、はあ、まあ、僕のあれですよ、あの多分皆さんから見えてるのはこれ、まあ、野望様と呼ばれているこの映画の、まあ、ね、中心的人物、成田長近公のスタンドですね。あの完全にあの三成の兜の方がレプリカだと思うんですけど、これはある意味オリジナルで作られたってことですか。いや、両方ともレプリカです。あ、なぜかというと、撮影で使ったものは我々の頭に入らないですよ上地雄介と野村萬斎ですから、なるほど、顔の大きさが違うんで、だから僕たち用に。あの野望様の成田ね、あのこのもともとこの城急に預かることになった野村萬斎さんが演じる、はい、あのこのお殿様のなんか服装とかにもカエル出てきますよね。いや、だからカエルの話はこれ以上するとなんか敏感なネットのお客さんが全部もういろいろ勘ぐっちゃうんで。そうなんですか、もう最後のね、あの三成の攻撃を受けて絶対絶命の流し加工がですよ、はい、もう前立て取って投げると巨大化するんだ本当はここにモザイクを入れなきゃいけなかったんです。世界中歌ってる、そうですね、いけっつってゲロゲロとか出てくるわけですよでもあの上地さんはあれですよね、あの大河ドラマの天地人では、あの、はい、石田三成を裏切る小早川秀明の役をやってて、 それを聞いたんですけど僕それを見てないので。あ、そうなんですか。逆に全然わかんない。 ちなみにあの市村さんがあの、はい、明智光秀をやってましたあ、そうでしたっけ、ええ、それも分かってる。ついついあのこう大河ドラマずっと見てる人間はどうしてもそういうのは。大河ドラマ最近全然見てなくてあのテレビ自体はあんまり見てないので、上地くんがバラエティに出てて、はい、そういうちょっとバラエティのキャラクター、はい、っていうのを持ってるってことすらも知らなくて、上地くんが道なりがいいと思ったんですよ。本当ですか、うん、あんなにいっぱい出てるのに。藤原紀香と出てるドラマを奥さんが見てて、ええ、ソファーでここに奥さんがいたわけですよ、はい、で帰ってきて僕は奥さんじゃないですけど、
帰ってきて 手洗って顔洗って疲れて お茶を自分でついで手で見てるんだよ。こうやって座ってこうやって見せたらあれこのなんかこう白い衣装をこう着てたわけですよ、医療物の。はいはいはい。体にバチッとこうついてて、すごいいい体してて、こんなのすごいいい体してる人って誰って聞いたら上地雄介って顔言われて、上地雄介ってなんか人気あるのって言われたら、いやすごい人気があるんだ今あるよって言われて、すごいいいからです、このいつ甲冑着てたらすごいいいなと思ったんですよ。それで演技見てたら藤原紀香相手に演技しててすごいいい演技してたので、それでこれもしかしたら石田三成さんにいけるよ彼はと思って、それで提案してだけなので、あその段階ではまだじゃあ石田三成さん重要な役ですけど決まってなかったんですね。逆は決まってない、だからずっと考えたら誰がいいのかっていう、そしたら目の前になんか現れてきたんですよ、その上地君。でも僕はもうすごいぴったしだと思いましたね。ああいうなんかこうストレートじゃない役が上地さんは僕はすごく合うなという。あの三成がねちょっとやっぱ青年として描いてるんですよ、和田さんがシナリオで。あはいはいはい。ちょっとこう悩みを大きい青年というか、うん、秀吉というなんかものすごい人物と、うん、また野望という何でもないふりをしてものすごい人間の間に挟まれてこう翻弄する、うん、されてる人、うん、そういうのになんか上地くんがそういうのに合ってるんじゃないですかね。そのまだ青年というかちょっと青いところがある人っていうかな。なんかまあ決起に流行ってやっぱ今回絶対手柄を上げたいみたいなことでこの推し城に押し寄せるみたいな。そうですね、 それもやっぱ青年ですよね、うん、そういうことに取りつかれてしまうの、うん、あ本当にあのなんかこの言い方あれなんですけど、一歩二歩引いて冷静に考えるとすごくあのありえないような話にも思えるんですけど、映画を見てるとものすごく納得するんですよね。途中途中の決断とかもええー、みたいな決断がいっぱいあるんですけど、なんか見てるとものすごく自然に納得してしまいます ね、まあ、あの本当にあった話なんですよね。やっぱそれは強いですよね、うんうん、だから間結論は結果は全部本当にあったことなんですよ。もうあの水攻めも本当にあったことなので、どうして水攻めしたかっていうのは推理っていうんですか、うん、すごくなんかもうあの映画の最後の方のことも言いたくなっちゃうんですけど、それはね言っちゃダメですから、うん、成田長近が指揮したっていうのも本当なんですよ、うん、すごい話ですよね。で一応戦いにおいては勝利したというのも本当なんです。これあの映画を最後までちゃんとしっかりご覧になった人はすごくそこで多分感動できると思います ねものすごく、だから僕トータルで最後までもう最後のエンドロールまで見たらああっていう、ぜひエンドロールまで、ね、見てほしい、最後にめちゃめちゃになったダイナーの中でお師匠のみんながご飯食べるんですよね。外はえらいことになっちゃうんですね。みんな黙ってご飯食べるんですよね。あのでもお師匠のあのイメージっていうのはいろいろ残ってるんですか、ああいう感じだったっていうのは。あの実際映画で作られたあのお城のイメージってなんか残ってるんですかね、資料的に。資料的には地割りは残ってましたね。地割りって、ああもうそれとも地割りですもんね、あのじゃあ建物であるとかそのイメージ的なことは、イメージ的なことはやっぱあの当時の周りの同じような関東地方の城が大体平均的に同じようなあの形というか、あの時代だったらもうああいうものだっていうのが大体分かってるので。なんかでも浮城とかってね途中で話出てきますけど本当に美しいですよね、あそれもちょっと浮くっていうのも途中であのそれラピュタ的ないや途中で本当あの浮上するっていうのは宙に浮くって、それちょっとはすみませんが、それものすごい科学力だから、そこもだから本当あのすみません、あの見た人のサプライズなんでそれ。ね、あの逆にあの今回役者さんについて樋口監督はこう印象に残った、もちろん皆さん面白い方で、まあ万歳さんとかすごいんですけど、ね、役者さんで印象に残った方いらっしゃいますか。そうですね、やっぱ僕初めてというか本当初めての印象でやっぱね、夏川雅家というですね、この映画の中で、はいはい、平さんですよね、平さん、武尊さんがやった平さんがねいいんですよ、もうそう、いやなね、平さんが悪くないと成り立たないですよ、ね、まあ、悪いというかやらしいっていうか、まあ、嫌なやつですね、うん、がめついというかね、この話ってよくよく考えるとなんかあのすごく夏香さんがすごくいい人で丸い人、はいはいはい、が言ってたらそこで終わってますよ ね、はい、話ね。いや僕もそういう気が、だから編集長みたいな人があの、ね、軍師で最初に手土産とか持って行ったりとかしてれば何もなくて済んだんですよね、夏香さんやっぱ重要ですよね、うん、なんかお店の割引券とか持ってこう、す
すごい重要だと、すごいです。だってこれもうこの前だって蛇が銭を噛んでるんですよ。このデザインがもうちゃんとこう全部この見た目のビジュアルがキャラクターの性格をちゃんと表すように作って、あの本当にあのお百姓さんの方とかものすごくあの衣装とかもなんか僕は見ててすごく楽しかったですね。でしかもね、あのすごい汚してますからわざと戦になったらもうみんな泥だらけなんで、それがすごく大変でした、汚しが、ね、これもあんまり触れちゃあれなんですけど、ね、ちょっと顔が汚れたりするのもいいですよね。あ、固まってそんな重要なことでした。いや、大丈夫です。そうですね、今なんかもう絶対言っちゃいけないこと言ったみたいな悔しいな、今全く今の角度から俺返せなかったんですよ、もう大丈夫です。監督怖いです、僕も横景にも使ってますから大丈夫です。いや、あのでも本当にあのあれですね、平さんも僕どうしてもなんかね、あの平幹二郎さんの思いの木が残ったとかね思い出したりするんですけど、あのすごくその空気感というか時代劇がものすごくストレートだったんで、僕はもう結構時代劇好きなん で、 あので、犬堂監督なんでちょっと違うのかなと思ってたらものすごくガッときたんで嬉しかったですね。まあ、あのシナリオがやっぱり面白いと思って作ろうと思ったので、だからそれで特に何かそのシナリオをより良くしようと思ってやってるだけなのででもやっぱ和田さんが書かれたのは大きいですよね、うん、和田さんがそのこの戦国時代を描くときに、なんかこう戦国時代ってもうずっと殺し合いしてる時代なわけですよね。だからこうタイトな時代いやもうめちゃくちゃタイトですね、じゃないですか。でも和田さんはあんまりそういう風に描こうとしてないですよね、タイトな状況には追い込まれるけど、その中でも毎日はちゃんとなんかこう楽しくしようとしているっていうのかな、そこにいる人たちが。で冷静に考えれば、でも戦国時代は今から見て戦国時代だ戦国時代だと思うけど、その当時の人たちにすればただの毎日ですよね。もういやそうですよね、日常ですよね。日常なので、その中でこう毎日こう楽しく生きようとしている人たちとして描いてるんですよ、和田さんが。そのなんかタッチっていうのかな、そういう日常のタッチがちゃんとあって、それでこう見て読んでるとすごくその笑えるんですよ、なんか楽しくなるし、それがなくならないようになんか描いていくってことすごい一生懸命やってますよ、やります、ね。まあ、でもやっぱ本屋大賞で選ばれるっていうのは分かりますよね。あでもね、その前にね、あれなんですよ、木戸賞っていう、あ、はいはいはい、最初はねこれ小説ではなくて、よくねあの世の中の映画のほとんどって、ベスト、まあ、こういうのベストセラーって書いてありますけど、はいはいはい、便宜的なもの、まあ、本当なんですけど、要はベストセラーを映画化するっていうの多いじゃないですか、はいはい、ベストセラーの小説を、ね、あの脚本にして映画化する、これ順番が逆なんですよね。うんうんうん、最初に脚本があったんですよ、7年前に。木戸賞、8年前か、2003年の木戸賞、そうなんですか、うん、でそれを読んで映画にしようって決めて、はい、野村萬斎さんも出てくれるって言って、樋口さんも監督を手伝ってくれるってなって、やろうとしたらお金が集まらなかったんです。いやこれかなりかかりますよね、うん、原作ものでもないしベストセラーでもないし新人が書いたものだし、はい、それでダメで、それで本にしてベストセラーにしたら、映画にしたいっていう人たちが集まるんじゃないかなって考えたんです。これ全部実話ですか。そうです、うん、うわでそれをやってるうちに時間が経っちゃったんです。はあ、これメイキングの話もなんかドラマで見たいですよね。これだからベストセラーを映画にしたのではなくて、だからもともと話自体も映画のための話なんです、物語なんです。その和田さんが映画にしたくて書いた話、あのスタートして7年かかった、もう8年前です、ね、2003年からやってるんで、2004年にはもう作ろうと思って、でも集まってたんで、あじゃあもうその脚本が世に現れてもすぐに、そうですそうです、あそうなんですね。でもねお金がかかるんでね、みんながねベストセラーじゃないとね、いやだって言うんでね小さい声で、だって 今ってほとんどそうじゃないですか、あのベストセラーのかテレビドラマの映画化なわけでしょ。いやもうだから僕本当にあの信文城がもうすごいあのベストセラーになって、まあ僕も読んですごい面白いってことで、あこれ映画になるのかななんて思って、あ映画だみたいな感じで思ってましたから、違うんですね全然。何がすごいかって、出版される前から映画化が決まってたんですよね。だって僕最初にやるって決めて、本が出た時の最初の帯は僕が書いてるんですよ。あそれは映画化したい、難しいけどって書いたんです。そんなことも書くんですか。本の帯に僕の名前で書いてあ、そっかそっか、そうですよね、映画化したいって書いてあるんですよ、はい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 、はい、難しいけどって、その時の僕の気持ちを正直、あちょっといろいろ蘇ってきました、あなるほど、あ全部つながってきました。
樋口監督もその時には関わられたんですか。やってましたね、やってたんですけど、その時オビーの名前犬堂さんだけだったから、うわ出し抜かれたと思ってちょっと電話しちゃって犬堂さん俺どうなんですかみたいなちょっとね、あの意外と細かいこと気にする、乙女座なんで すいませんでした、いやでも本当にあの出来上がって、あのお二あの二大監督いかがですか、今あの8年かかってこういう形に仕上がったっていうのは。いやでも8年かけるほどのものでもないなとは思いますけど、うん、でも2年かけただけはあるなと思いますね、いやもうかけたことだけのことあると思いますよ。やっぱりこう僕は準備6ヶ月かけて、撮影3ヶ月やって仕上げに8ヶ月かけてるので、やっぱりすごい作るのは実質的に時間かかってるんですよ。だからもうできるやれるだけのことはもうやったつもりなので。樋口監督もなんかその特撮番組もできるだけ現場でやって、あんまりいないところでやる風にしないようにしたとなんかこう書かれてましたけど。あそうですね、その特撮が多いみたいなことを言うとまたみんなねいろんな誤解をするんで特にカエルのね、あのカエルの形をしたものとかロボですか、空を飛ぶものとかね浮くとかそういったものはね、本当に今ここで話すと危険なんで。映画についてはいかがでしょうか。映画について、いや本当ね、監督2人いるじゃないですか、はい、ものすごいやっぱり、僕らはこの映画を作りたいと思ってやってるんですけど大変だったんですよね、僕ら以外は。キャストもスタッフもプロデューサーたちも出資してる制作委員会のみんなもものすごい大変だったんですよ。なのでね、この大変さを報いるためには皆さんにぜひ見ていただかなきゃいけないと思うんですよね、本当に、お願いします。僕でも本当にこれ面白いですよ、これ面白いですよ、面白い、いや、だから僕らが何かね裏話をするよりも面白いっていう言葉を20回ぐらい作った人以外の人が言っていただくとそっちを聞くと思うんですよね。僕が作った人間ですけど面白かったです。面白いですよね、面白いですよねって僕ね、監督に言うのもおかしいですけど、自分ができた映画をね出来上がってからそんな見ないんですけど、ほとんど見ないと繰り返し、てか初号で見てから見ないんだけど、この映画ってね、なんか上映の機会があるたんびにもう5回ぐらい見るんですよ。あの見終わった後の気持ちがいいんですよ、そうすごく。あと見てる最中になんかすごく面白い人たちがいっぱい出てくるんでなんか見た後にまたもう一回機会があるときなんかその人たちをまた見たくなるんですよ。なんか見る誰に注目するかで全然違ってきますよね、これ。そうですね、1回目はやっぱりね、全体を見る、2回目はノボを見る、3回目はやっぱ丹波ですよ。丹波佐藤浩市さんいいですよ、どれだけ翻弄されてるかっていうのをノボというこう本当にどっかでどういう人間かわからない人っていうんですか、翻弄されまくる佐藤浩市さんのなんか泳ぎまくってる目を見てほしいですね。まさにですね、漆黒の魔人、漆黒の魔人と言いながらあの満載さんの演技してるとか目を泳ぎまくってますよね。泳ぎまくってますよね、どうしようみたいな、この変な人間を。でも仲いいわけですよね。そうそうそう、もうしかもあれかあの丹波って役ってちっちゃい時から一緒なんですよ。もう子供の時からこのノボみたいな人とずっと幼馴染ですよね。幼馴染で育ってきてよく普通の大人になれたなっていうような人ですよ。僕でもね、あのいろいろ感動したシーンありますけど、この中で言うとその丹波が変わる瞬間が僕すごい好きですよね。変わる、だからまた丹波が変身するみたいなことなんで必ずそあそこでも僕すごい感動します。まずいですか、晴れ物にさあるような話でしょ、うん、いやでも本当に、そんなじっと見ないでください僕でもあの芦田愛菜ちゃんもすごい可愛かったですね。芦田愛菜ちゃん、芦田愛菜ちゃんは、あれですよ、マザーですよ、うんうんうん、僕が家に帰ってきた六さんがなんかちっちゃい子供が出てテレビドラマ見てるんですよ。で帰ってきて手洗って、はい、お茶を自分でついてこうソファーに来てこう座ってみたら、うん、すっごいなんか子供がすっごい演技してるんですよ。もうこれしかいないなと思って、でそしたらそのお母さん役小野真知子さんがやってたんですよ。なんかいじめてる役みたいな、はいはい、ちょっと10分間ぐらいしかそのドラマ見てないんで、分かんないんですけど、そしたら小野真知子さんも出てるんでそれで2人とも出てもらったんですよそしたらもう本当に小野さんも素晴らしかったし、もう2人ともすごい良くて、すごい犬堂監督のお茶の間でいろんなことが決まってるってことが今分かりました。でも重要ですよね、うん、もう直感みたいな、いきなりその人がバッと入ってくるんですよ、すごいっていう感じで。であの芦田愛菜ちゃんはだから芦田愛菜ちゃんが出てくれるって決まった瞬間にシナリオを あの芦田愛菜ちゃんに合わせて少し直しました。やっぱりああ
もう結構ね、あの立つように堪能できますよね、すごくあの、彼女が立つようにシナリオちょっと直してとりました。でもなんかいろんな方出てて、それはすごくみんなこう、僕は一人一人ほんそういう意味じゃ毎回見る人変えれば変わりますよね。そうですね、登場人物分ね、楽しめると思います。あと新鮮なのは、あの殺人マシン前田銀っていう瞬間を見てあのこれはでもね、実際あるんですよ、実際、本当にあれですか、はい、もうあのだから最初のゼロ号に山田洋次さん呼んだんですよ家が近所なので山田さんに本当ですか、本当です、本当です、で前田銀さん の、はい、あの新しい姿を見てほしいと思ってすごい褒めてもらいましたよ。いや、良かったですよね、前田銀さんを褒めて、映画をちゃんと褒めてもらいました、僕はもうあの瞬間出てくるあのピエールさんを見逃さないようにって勝手に思ってますけど最後にもう一回出てくるんで、そうです、ピエール滝さんがまた、あのちょっとお時間がですね、あっという間で、人数分まだ紹介してない鈴木保奈美さんとかは語りたいんですけど、ね、鈴木保奈美さんが出てるんですよ、でも自分から出たいって言ってって言われた、本当にね、もう熱心な、本当ファンだったんですよね、面白ファン、で出てみたいって言って、で会ってくれないかってなって、会って僕たちからしたら絶対出てほしいわけですよ、絶対会おうと思って、はあ、で、あの実現したんです。なんか史実でもあの保奈美さんの役は重要な、あのなんていうか、インパクトのある女性だったみたいですね。かっこいい女性ですよね。これはあの監督言わなくて大丈夫ですか。あの最近ショートムービーを撮ったので、ええ、あ、ちょっと今アップにしますね、彼が、はい、花火という、はい、あのスタードラフト会議に出てるカレンちゃんと一緒にして、あの14本の短編映画を作ってます。これもいくらでもタダで見れる、あ、その言い方もあれですけど、いや、タダなので何回見ても、ええ、これは楽しい、すごい自分で言うのすごくよく出てます。見ます、もう元冬木さんがいいですよね。元冬木さんが、元冬木さん最近僕すごい好きで、いいですね、もうあのままで、カブトとかカブト、今年の夏の終わりをこの映画でしみじみと味わってもらえる、このままなんかあのオールナイトでも行けそうな感じなんですけど、一応ちょっとあのまた新幹線のお時間とかもあるということなんで、やりますか、夜明けの何でしたっけ、夜明けのニュース、いやいや、夜明けの入港後のなんとか、ああ、いいですね、あのレッドブルを飲むみたいな、ね、ということで、今日はですね、あの話本当尽きないというか、もう語ることがいっぱいありすぎてですね、本当に一人一人について本当語りたいぐらいなんですけども、ちょっとあのこれはぜひ見てください。で、見たら必ず気持ちよく帰れますんで、多分記憶に残る、僕はもう本当にいろいろ記憶に残ってます、ぜひこの映画を見ていただきたいというふうに思います。今日はあの遠藤監督、樋口監督、本当どうもありがとうございました。ありがとうございます。公開は11月2日ですから、あ、そういうの、11月2日金曜日、ちょっと待って、今資料、はい、じゃあすみません、のぼうのお城はですね、11月2日金曜日より関西ではあの東宝シネマズ梅田ほかにて、ロードショーです。その他の上映劇場に関しましては映画の公式サイトをご覧ください。ありがとうございました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 。本当にありがとうございました。石田三成に大将を任せ、武士の史上を叩き潰せ。これが天下の陛下。2万の天下軍に攻められたたった500の御史上は、速やかに城を開けよ。はい、戦います。2万の軍勢を相手に戦すると申した。強い者に服するは世の習いだろうが。嫌なものは嫌なのじゃ。どっちかてめえは。ああ、やりましょう。やっちまうか。戦すると申したのはわしのためか。そんなわけないでしょ。あら、そうだと言え。シャタ、この城は水攻めで落とす。決壊させや。みんな、ごめん。ノボが泣いてる。
ついておるのだのバカを。この城を敵に回したのは間違いか。敵も味方もあの者に見せられておる。ノーボー、あいつ死ぬ気だ。ノーボーの城。